君さ、学生時代ガリ勉だったろ。どうしてですか？ほら、ムキになった。こないだどうも。ん？高岡先生に二度もお礼言われるなんて思ってませんでした。全然感情こもってないけど。ありがとうございました。バカにしてる。いや、してないよ。絶対バカにしてます。どうすればよろしいでしょうか？ランチおごってください。え？ランチ。あ、ピクルス食べないの？あ、ん？あ、それ好きだったから後から食べようと思ってたのに。あ、ごめんね。頼んできたから。あ、すいません。あ、そうだ、本当にガリ勉なんかじゃなかったんですよ。分かったって。ただ好きなことにはこうなっちゃう方で、結構のめり込んじゃう方で、この性格父譲りなんです。そう。あ、あのお父さん